はい、ロシス、今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていただいてます。はい、今日もこちら、バルジート先生の、神リプ紹介、やっていきたいと思います。はい、では続きやっていきましょう。最初の方はこちらですね。はい、ではやっていきます。最初は、ロケ削りデッキですね。はい、この方、もう2桁フィニッシュしてるもう猛者なので、はい、めちゃくちゃうまいです。まあ、なんですけど、もう今となってはもうこのバルジート先生、世界5位のプレイヤーなので、もう今となってはもう格下プレイヤーなのかなといった感じですかね。基本的にそうですね、このロケ削りデッキに関してなんですけど、まあやっぱりロケット持ってるので、基本的にはやっぱり両サイド攻めかなというのが、まあ個人的な感想ですね。まあなんですけど、はい、やっぱり攻め、まあ自分の考えてることと、まあこのバルジート先生の考えてること、やっぱり全然やっぱり違う部分もあるので、もうぜひ、彼のプレイを見て、盗んでもらえたらなといった感じですね。はい、ここでエリゴレ行くんですね。ちょっとこれ自分だったらなかなか行けないんですけど、はい、さすがですね、本当に。もう完全に相手のエリ把握、手札把握、もう完璧に全部で、してる感じですね、この攻めは。じゃないと、もう あそこでいきなり端前エリゴレは出せないと思うので、はい、もうこの攻めで、もう相手のこれタワーの HP587 まで削ってるので、やっぱ本当さすがですね、もう。で、これで相手が諦めてしまって、まあ、GG かなと、いった感じですね。もう、さすがにもう、相手のデッキもデッキなので、もう、ここまで削られてしまうと、もう、どうしようもないのかなと、いった感じですね。もう、さっきの、端前エリゴレで、もう、勝敗を分けたのかなと、いった感じになります。はい、これ、タワー追って GG と、いった感じですね。いや、本当にさすがですね。なかなかこれは、まあ、自分も普段エリゴレデッキ使ってるんですけど、ちょっとそういったエリクサー把握できてないせいで、もう一、あ、そうですね。自分だったら、まあもう一回後ろから形組んでしまうのかなといった感じですね。では、はい、次やっていきましょう。次の方はこちら、ペッカードリル。まあ少し変わったデッキですね。まあなんですけど、これボーラー入ってるので、もう相性は最悪です。はい、ここ、ウィザードですね。まあ、おそらく進化カードを回すための、ウィザードといった感じですね。はい、これ、ペッカ来たその逆サイドにエリゴレ展開という感じなんですけど、これ、相手ボーラー持ってるので、もうこれ、最悪ですね、本当に。はい、これタワー折られてしまったんですけど、はい、ここで、はい、お互いタワー1個ずつ折って、まあなんですけど、これ延命してますね。はい、さすがですね、もうこれ、もう、相手もこれ、そうですね、処理できるであろう、ボイドを打ったつもりなんですけど、この延命によって相性が覆ったといった感じですね。やっぱさすがですね、本当に。本当にちょっとでも気抜いたらこんな感じで、もう、キングタワー本当にへし折っちゃうので、まあ相手からしても本当になかなか、そうですね、もう気は抜けないとは思うんですけど、まあそれでもこれ、はい、もう金、もうこういった結果になっちゃってるので、やっぱさすがですね、最初の試合といい、今回の試合ともいい、まあ本当にもう初手でもう全部終わらしてるので、はい、じゃあ最後見ていきましょう。最後の、勝ったこちら、はい、2回目なんですけど、ター選手ですね。もう1回当たって勝ったということで、今回の相手これちょっと変わったデッキですね。はい、では見ていきましょう。相手はこれゴブリンジャイアントで、そうですね、ちょっとこれマジックアーチャーも入っていて、まあ、かなり、
まあ、特殊なデッキなんですけど、まあ、どうなんですか、これが流行るのか、それとも、まあ、ただただ、まあ、お試しで使ってるのかちょっと分かんないんですけど。はい、ここマジアチャに対してはボイドですね。さすがですね。これも、まあ、ちょっと角度ずれたり、もう失敗してしまうと、もう先生文句もマジアチャも生きてしまうので。はい、このスケルトンもしっかりお散歩させて、処理と、まあ、一石二鳥ですかね。しっかり防衛もして、なんなら、はい、その歩いてきた、コウモリで処理といった感じですね。はい、でここなんですけど、これはい、まずここ見てほしいですね。これアドバンテージ取ってるんですけど、普通だったらもうこれここで終わります。はい、まあ、なんですけど、今回ちょっと注目してほしいのはこれター選手のもう防衛ですね。まあ、もちろんこれもう世界一のうまいエリゴラバルジータ先生が攻めてはいるんですけど、ただやっぱり相手も相手なので、これアドバンテージかなり取ってる状態でもここを結構守ってくるんですよね。普通だったらもうなかなかもうこれ結構5ワードぐらい取ってる場面だったんですけど、はい、こんな感じで、まあ、ある程度は食らうんですけど、本当に守ってるんですよね。いや、本当にさすがですね。なかなかもう、エリゴレ相手にアドバンテージ取られて、これで守ってくるっていうのが、まあ、なかなかちょっと考えられないんですけど、まあ、やっぱりプロの人たちは、まあ、ちょっとやっぱりレベルが違いますね。はい、まあ、こんな感じである程度は食らってはいるんですけど、ただもう本当にやっぱり致命傷になるまでは全然与えれてないので、まあ、全然ここでもやっぱ分かんないですね。はい、ここで相手がもう右側に勝負仕掛けてきたんですけど、はい、このトルネもうまいですね。これ、ウィザードも処理して、でしかもここ進化ボンバーで射抜いてきたので、はい、これでダメージある程度これ縮められてしまったんですけど、はい、ここでも相手また、はい、端前攻めしてきて、そうですね、本来のもうさっきの攻めも基本的にやっぱエリゴレデッキはあんまり防衛に強くないので、もうあの攻めで結構折られたり挽回負け食らってしまったりっていうのが多いんですけど、やっぱり防衛の部分でも本当にもうやっぱり PS がないと、まあ、なかなかこういったプロ相手には勝てないのかなといった感じですね。まあ、さっきの進化ボンバーに対しても、もう迅速にこれレイジ と、スケルトンでやっぱ処理してるので、そこ間違ってしまうともう進化ボンバーがもうどんどんこれ射抜いてしまって、まあ、おそらく負ける可能性があったの、あった試合かなといった感じですね。はい、今日の動画は以上になります。またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。